はい、どうもテッシーです。いきなり砂漠王家のところからとなっておりまして、はい、ちょっと申し訳ないんですけれども、ここ開きましたと。はい、まず何をやったかと言いますと、私前回の動画でアイラを、まあ、とりあえず転職してきますよと言いまして、パラディンに転職してきましたと。でお金もね貯まったので、メタルキングの剣にしましたというところです。まあ242攻撃力が上がりましたと。はい、もう皆さんそこじゃねえよと、そこじゃねえだろうというところで、で結局行くところが分からなくて、で前回言ったようにここの謎が解けてねえよなーって思ってここに来たんですよ。で道具とか使っても、いや結局やっぱり前回と同じように関係ねえなって思って、これまた攻略サイト見るしかねえと思って、ここに突っ立って調べたんですね。そうしたらここに留まっていると開きますよみたいなね攻略が書いてあって、マジかって思ってこれで見たら開いてたっていう、はあと。でおそらくというか、これが口のメッセージで、今言わねえか、まあ、まだ見ますか、なんか口は時が来るのを待てよみたいなメッセージだったと思うんですよね。だからここに留まれよっていう謎解きだったと、そういうことなんですよね。でこれ先、あったあったあった、あるわ、すぐそこにあるわ。これ半月の形をした美しい宝石があると、ルージュの宝石、ルージュの伝言、これで多分全部手に入ったと。あ、でちなみにテッシーとマリベルはまだそのままです。でガボは1個上がったのかな。はい、テッシーとマリベルがあと21回と16回だって、多分あと十数回で上がりますと。まあそこまで戦わねえだろって思って、ボスいたとしてもそんなにエンカウント、まあシンボルエンカウントもさせねえだろうと思って、そのままにしました。でここに来る間に4、5回戦ったので、まあちょうどいい感じになるかなと。まあでもまだ上がってなんか上がんないですね、まだ結局のところ。パラディンにした理由はですね、アイラを、これはね、まあアイラはやっぱり火力にしたいんですよね。で火力はやっぱりバトルマスターなので、どっちかっていうとね、見た感じというか、なので先にパラディンにしといて後からバトルマスターの方がいいかなって直感的に思いまして。でガボが転職するとベホマラ使えなくなってしまうような気がして、多分パラディンなんですよね使えるのが、なのでちょっとこっちにしたと。なんか結局ゴッドハンドが相当強えぞというところなので、まあまあうまい感じで回していこうかなと。でマリベルをね、ホイミスライムの心でベホマラを覚えさせてあげようかなって、まあ回復役としてね思っておりますと。くってよし、オッケー。この戦わなくてもいいっていうドラクエじゃない感じのさシステム、シンボルエンカウント、いいね。サンダーサタンは見つけるのうまいからな。でもザコって、でもザコ HP が少ないって。メタルキングの剣ね、
正直そこまでめちゃめちゃ強い感はないんだけど、多分これね、水流の剣、水流の剣、これがね多分強すぎるせいでそう感じるんですよね。あと種を全部テッシーに使ってるんで、かなりこれが強いと。いやまあでも強いか普通に、うん、今までねメタルキング、まあ、はぐれメタルシリーズ、メタルシリーズは相当強いイメージでしょ我々からしたら。4から出てきたよねドラクエ。それを超えちゃう武器がちょっと出てきているので、ちょっとそう感じる。まああと特技か真空波とかね、まあまあまあそこは仕方ないのかなと。ただ強い、純粋に攻撃力は強い。アイラだから休むな、休むなアイラ。絶対これザキかかってないっていうね、アイラ不利だろっていう。しょうがねえな、まったく。これもう絶対これ生き返ってるんですよ、絶対生き返ってるんですよこれ。でもまだ休みたいっていう。よし、まあ HP はもうええわ、もういいわ。まあでも一回死ぬと MP 結構ごっそり持っていかれるので、これは厳しいっちゃ厳しいか。ただ水流とか真空波が本当に強い。いや奇跡の石マリベル、マリベル、何奇跡の石使わなさすぎてかわいそうだからちょっと使ってあげたみたいな。まあ優しいけどその心は、確かに回復してあげる心も優しいけど、ボトルから行け、ボトルからしないっす。アイラの方が早いんですよね。でこれ4つ手に入ったわけだけど、どうすんのよって。これお、あこれは見たのよ。信じられないねって。あ、まあ一応見ます。いかなる闇だか、これが棺のところで全部闇にしたと。でこれが時の実がそれを開くってのが放置しとけよっていうことだったんですよね。でこれ2つに割ったと。で誰よりも高い、だから1回登って下に下がってったのかなっていう。でこれをあのじいさんのとこに持っていけばいいのかな。受付の姉ちゃん、受付じゃないけど、この先はって言ってたお姉ちゃんに見せてあげたら、まあ素晴らしいとかさ言ってくれる、言ってくれない。まあまあまあ行きましょう。で精霊がよみがえればとりあえずここは大丈夫になるっちゅうことでよろしいか、よろしいかと。
ちょい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 やっちゃうやつ、時々やっちゃうやつ、これ旅の扉あるある。ちょっと間違えて入っちゃう。こういうところは行きますかとかさ言ってくれないんだ。泊まるか一応。まあ泊まろう。ちなみに、あ、そう、あの転職してきたって言ったんですけど、やっぱりめんどくせえと。なんで船動かしてダーマ神殿まで行かないといけないんだっていう。まあそれしかないんだろうけど、ちょっとかなりめんどくさかったですね。で、あと途中でグランエスタードに行ったら宿屋がタダで泊まれたっていう。そこはちょっと嬉しかった。さあじいさん、思い出してくれと。思い出しておくれ。お、ふむ、む。なんとついに大地の精霊の顔をすべて手に入れたのか。でかしたぞと。ではそれを私に貸しなさい。こんな宝石だけどわかるんかと。さあよーく見るといい。いや生きがるな。それ見ながらやってるだけだから。え違う。砂漠に眠る大地の精霊よ、イニシエより早い早い早い、眠りを覚ますためと。届くならは今、ここに目覚めよ、姿を現せと。あ、ちゃんとなってる。目、耳、鼻、口。どういう顔？あ、大地の精霊だからそういうことか。土とかそっち系の。なるほど。あー、これとも戦うんか、もしかして。おお、なんとこんなことが。いや、そうなるために頑張ってきたから。お前たちだな。長い眠りから私を呼び覚ます歌を歌い、私の顔を集めたものよ。お前たちのその知恵と勇気を認め、お、力となろうと。あ、本当に？私に何を求める？さあ話してみるといい。かくかくしかじか。そうか、確かに我々精霊の力が必要なようだと。そして世界にはお前たちの力もまた必要なようだな。わかったと。おお、や、話がわかる。どこぞやの、あの燃えてる精霊と違って戦わなくてもっていう。これでいいと。本当か？え、だがお前たちも知っている通り、まだこの大陸を地上へ戻す。地上？え、闇の世界って地上ではないの？すべて力を合わせれば地上へこの砂漠は戻れるだろう。ああ、ほう。お、私に呼びかけると。え、なになになに、飛べるの？え、なに、そういうグーで渡してくれた。何これ、アミュレット。あ、炎のやつの第一バージョン。マリベルがずっと見てるよ、あの大地の精霊。行くがよいと。砂漠はもう心配ない。さあ行け。なんかここでなんか俺やることあるからあんま見ないでくれる風な言い方だったでしたけど。え、悪しき気配は確かに消えてしまったと。この目で見ることができるとはなと。感謝するぞと。砂漠のことどうでもよくて、精霊見ただけで感謝するっていう。ほんほんほん。むっと。
腰、ああ、出た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 。うん、お約束的なね。で、あとは、水と、なんだ、風か。大地の精霊さんに申し訳ないかなって気がするのは気のせいでしょうか。あ、でってでってんでってなのに、でってでってなのに敵が出る。心配ねえとか言ってて普通に出てる。まあ一応ご挨拶を。まあ、闇のルビー渡しちゃってるけど、とりあえず大丈夫らしいっすよっていう感じで伝えようかな。うっす。よくぞご無事で戻られました。皆様が見事大地の精霊を目覚めさせたこと、私も存じております。そうしてこの城から再び魔物を追い払ってくださったことも、我ら砂漠の民、心より皆様に感謝しております。ありがとうございます。けれど魔物たちは完全にいなくなったわけではなく、砂漠も未だ闇の中です。精霊の力をもってしても打ち勝てないほどの強い魔の力、皆様はその力にこれから立ち向かおうとなさっているのですね。私には皆様の無事を祈ることしかできませんが、どうかくれぐれもお気をつけて。この砂漠の城も砂漠の村も皆様のお帰りを待っております。どうぞご無事で、もう一度元気なお姿を私に見せてくださいませ。闇のルビーのことについてはもう触れない。女王様、触れないね。ずっと言ってるけど、大人はもう触れないっていうね、そういうことなんですよ。これが世の中なんですよ。上に立つ者はそうやってのし上がっていくんですよね、女王様。あの妙なモノマネ、ここにあったのか、知らねえよっていう、そう言って、まあ怖かったのはわかるけども、怖かったのはわかるけどもね。で、魔のルビー、山じゃ、いや闇か、闇のルビー、あなたも渡しちゃったんですねっていう、これも言ったけど、そうやってちょっとずつフラッとフラットにしていって、最後には何も言わないっていう、それが大人なんですよ。で、これで次の相手ねえぞと、どこ行きゃいいんだと。他の精霊、お前ちょっと精霊行ってきたよ、ちょっと行ってきたよ、最初のちょっとは行ってきたよ。だから女王様に会ったけど何も変わらんぞと。いや、開くぞと。ああ、閉じたまんま。いや、もうこの謎の神殿ももう8000回ぐらい来てますから。あ、でも炎灯ってるよ、ここ。開いてるよ。あ、だから火だからか。え、緑灯ってるよ、開いてるよ。え、火はどこにつながってるんだ。え、めちゃめリファー族、リファー族のとこに来たな。これはここら辺、人っぽいのが。
うん、よ、あ、お、そうやなと。本当なのか。ああ、イベント的な。こんな時にあなたたちは一体どこかだ。まあそれはいい。この空の色は一体何なのでしょう。あんなに美しかった空が一瞬のうちにこんな。あ、あれはなんだ。え、何、闇くらましの城。あ、違うわ。いや、雑魚一匹、雑魚一匹。スノーバット、ちょっと強い雑魚なのかな。コミックソング受けちゃってるよこれ。あ、強いわアイラ、強いわ。妖精いらないよマリベル、もう叩けばいいだけ。でも単なる雑魚じゃないね。こんなに打って、こんなに打って死なないし、マヒャド使ってきたっていうね。マヒャドはなかなかですよ。ただよし、そんなね、そこまでではないと。おい大丈夫かと。これ結構面白いね。村長クラスに向かって、おい大丈夫か、大臣みたいなやつにこれ言えるっていうね。なんとか大丈夫みたいだな。ちょっと面白い。あなたたちのおかげで命拾いしましたよと。この辺りに魔物が現れるなど今まで一度もなかったのに。この不吉な空があのような魔物を呼び寄せたのでしょうか。だとしたらこの先世界はどうなってしまうのでしょうな。はい、というイベントだったと。まあ、確かにこの不吉な空っていう言い方はわかるよね。闇の世界とかさ、いや闇の世界ってっていう現実感が。でこれはどっちでしたっけ。こ、おお、子たちは風のざわめきを忘れ、舞い降りし黒雲は我らの前より空の色を奪い取った。詩人か。リファー族の歴史書に、あ、詩だ、詩だったわ。ごめんごめん、これはごめん、詩だった。悪夢の歌、へえ。考えたくもないですか。まさかあの詩は今日の日を歌ったものなのでしょうか。すいません、ごめんなさい、ごめんなさいね。あなたじゃなかったっていう。ガチの詩だったっていう。まあまあ。ここ神殿、うん、リファー族の神殿って遠くなかったっけ。え、ここから下行けるよね。ぐるって回れるはず。そうよね、そうよね。あ、宝箱がある。人々の悲鳴が聞こえてきよる。一体外では何が起こっておるんじゃ。きよるっていう。うめき声が聞こえよると。外の世界ではとか。ここにいれば安全じゃよ。あれ、ちょ待て。こっちから行けたっけ。行け、行け。あ、行けるか。神様、そしてフィリア様。ああ、希望の祝福をお与えくださいませ。で、こう、こっちですよね、確か。あれ、スイッチがないぞ。お、世界樹の雫。ここにあったのか。あれ、なんか、あ、ここ扉か。扉行けますよね。あ、で、ここは、とりあえず通れるようにして。あれ、ここ下でしたっけ。ん、いけるかこれは。帰れるのか。いけそうですね。ああ、そうそう、こんなんだった。教会みてえな感じだっけ。だいたいここで合ってるのかどうかすらもわからんっていう、ね、これセーブポイント。激しい衝撃とともに空の色は枯れ、人々の顔は恐怖に歪んでいます。こんな時に力を尽くさずして何のための神のしもべでしよう。よし、わかりました。一回セーブしよう。一回セーブしまして、次回ここリファーの谷ですね。
はい、ナウシカの谷ですわ。ここを、はい、やっていきたいと思いますので、次回もよろしくお願いします。テッシーでした。